これはなぜか記憶喪失になってしまった女優桜庭奈々美をめぐる三菱地所のドラマ CM である。ここは起きましたか。ここは僕の家です。素敵。うちのマンション三菱地所のなんです。三菱地所マンション。またそう、三菱地所は分譲賃貸マンション。注文住宅を通じてずっと笑顔で暮らせる住まい作りを。あ、もうすごい汗。よかったらお風呂でも。入浴。ニューヨーク。まさか。私をニューヨークに連れてって。そうきたか。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループ。続くニューヨークの方が良かったですよね。三菱地所東京ディクショナリー brought to you by 三菱地所。東京の今をキーワードから切り取る三菱地所東京ディクショナリー。皆さんは普段どれぐらい地図を利用していらっしゃいますか。最近はスマホや携帯で行き先を気軽に地図検索できるようになり、地図がより身近な存在になりつつあるのかもしれません。そんな地図の世界に新しいサービスが登場し話題になっています。それが今朝のキーワード、チリイン地図 3D。国土地理院が開発した 3D で立体的に見られる日本地図が話題を集めています。これまでの平面の地図といえば、等高線や記号を読み解いていかなくてはならず、一目見て地形を把握するにはそれなりの知識が必要でした。この新しい立体地図では直感的に地形を把握できて、データをダウンロードすれば 3D プリンターで立体模型を作り出すことも可能なんだそうです。今朝はこの新しい地図について ZD ネットジャパン編集長ぬがしんやさんに立体ならではのメリットについてお話を伺いました。道路、鉄道、ダムなどの公共施設を設置する場合に、地震などの自然災害が起きた際に安全な土地を割り出せるというのが、大きなメリットだというふうに聞いています。防災を考えるときの情報源になるというわけです。まあ、今回は伊豆大島の災害時の写真を撮ってですね、立体模型に重ね合わせて見せているということで、今回土砂崩れの状況などを立体的に模型として見せることで、今後他の地域での防災活動に役立ててほしいというふうに国土地理院は話しています。道路や鉄道など公共施設を設置する際に、自然災害が起きた際の安全な場所を割り出せる、そうおっしゃってましたね、ぬがさん。確かに立体的にもう一度これ再現をすることで、その空間把握をする、重要です。防災の観点から熱い視線が注がれるこの 3D 地図、そしてこの新しい地図は国土地理院のホームページから誰でも閲覧可能ですので、我々にとっても地図を見る楽しさを広げてくれる存在でもあるんですよ。まだ一般市民は行ったことのないあの場所の 3D 地図もすでに作られているそうです。 3D 地図の楽しさは、あたかも実際に訪れているかのようにその場所が表現される直感性にあると思います。先日小笠原の噴火でできた新しい島や月や火星についても 3D のマップが作られています。紙の地図では等高線など記号を知らないとわからなかったような立体感も説明なしに理解できます。何よりも臨場感があって楽しいというのが最大の特徴だと思います。なるほど、行ったことのない場所。そうですね、小笠原に生まれた新しい島や月や火星の地図も 3D 化して立体である中で体感できる。今は目の前にそのホームページがあるんですけどね、どのように 3D 化するか、そして 3D プリンターで実際のデータをダウンロードして作られたものも見ることができますよ。さらにぬがさんは今度は 3D 地図で見つけたレストランのメニューや予約状況などを一括して表示するようなサービスが広まるのではないかと分析していらっしゃいます。これ考えてみると、お天気なんかにもこれ対応してね、雲の動きとかね、気象情報、低気圧高気圧なんていうのも
3D 化できたりして見える化可視化したら面白そうですね。まずは地図の 3D 化どうですか。皆さんもどんどん便利になっていく地図の世界体感してみては。三菱地所東京ディクショナリー、今朝はチリギン地図 3D というキーワード切り取ってみました。